今回の一番の問題点って、ワクチンが安全か危険かとか、コロナが怖いか怖くないかっていうことじゃなくて、やっぱり正しい議論すらできない社会になってるってことが一番の問題だと思うんですよ。で、最終的には本来一人一人が判断すればいいことだと思うんですね。だけど、そのきちんとした情報を開示してくれない。同じ方法の情報しか流さないようにしてる。他のものは排除されたりとか、陰謀論者と呼ばれるような流れになってしまってるってことが一番怖いことであり、で、これがどれだけ怖い状況になっているかっていうことに気づいてない人が多いこともすごく怖いと思ってるんですね、多くの人たちが。で、法律のことになるとちょっと僕分かんないんですけども、今東京のグローバルダイニングが、東京都を提訴して、もうすぐ確か判決が出るっていうようなことをこの前ちらっと見たんですけども、いや、時短営業とかそういうことって違法行為じゃないのかっていうことで、東京都と今裁判で戦っていたりとか、まあ、そういうことは多分世界的にもちょこちょこ出てきてるとは思うんですけれども、ただ僕のあくまでも個人的な考えとか役割として考えた時に、やっぱりこれおかしいよねって気づく人が増えない限り変わらないんじゃないかなと思ってるんですね。で、おかしいことをおかしいっていうことが言えない。おかしいことをおかしいっていうのは怖い。マスク外しましょうって議員さんが言うのってすごく勇気がいる。ね、この前対談させていただいた名古屋有志医師の会の代表の浅井富成先生も言ってたんですけれども、愛と勇気を持たなければ、もう言いたいことも言えないみたいなね、叩かれてしまう。だから、どうすればその気づいておかしいよねって言える人が増えていくか、いける社会になれるかなってことは、僕は個人的にはすごく考えています。はい。